ジャーメインデ・ランダミーは、オランダの女性キックボクサー、総合格闘家。ユトレヒト州ユトレヒト出身、CSA ホランド所属。元 UFC 世界女子フェザー級王者、UFC 世界女子バンタム級ランキング1位。オランダユトレヒトに、オランダ人の父親とスリナム人の母親の間に、生まれる、15歳から無タイを始めた。 キックボクシングでは46戦46勝の戦績を残し、7団体3階級で世界タイトル10冠を獲得した。2008年12月19日、プロ総合格闘技デビュー戦でバネッサ・ポルトと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本負け。2011年6月24日、ストリックホースチャレンジャーズ、ホーダー VS、テリーでジュリア・バットと対戦し、 判定負け。2013年7月27日、UFC 初参戦となった UFC オンフォックス8で、女子バンタム級ランキング8位のジュリー・ケッチーと対戦し、2から1の判定勝ち。2013年11月6日、UFC ファイト・フォー・ザ・トゥループス3で、女子バンタム級ランキング8位のアマンダ・ヌネスと対戦し、グラウンドの肘打ちで TKO 負け。 2016年5月8日、UFC ファイトナイト、オーバーム VS、アルロブスキーで、アンナ・エルモスと対戦し、ボディへの右膝蹴りで小勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。世界フェザー級王座獲得2017年2月11日、UFC208 の世界女子フェザー級王座、決定戦で、ホリー・ホルムと対戦し、3から0の判定勝ちを収め初代王座を獲得した。 世界フェザー級王座剥奪王座獲得後、UFC はクリスチャンサイボーグとのタイトルマッチをオファーしていたが、デランダミーはサイボーグのドーピング疑惑を理由に対戦を拒否したため、2017年6月19日、UFC 公式サイトで王座剥奪が発表された。2018年11月10日、1年9ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC ファイトナイト、コリアンゾンビビエス ロドリーゲスで女子バンタム級ランキング4位のラケルペニントンと対戦し3から0の判定勝ち。2019年7月13日 UFC ファイトナイトでランダミエ VS ラットで女子バンタム級ランキング4位のアスペインラットと対戦し試合開始直後に右ストレートをヒットさせ 1R16 秒で TKO を勝ち。2019年12月14日 UFC245 の UFC 世界女子バンタム級タイトルマッチで王者アマンダ・ヌネスに挑戦し、0から3の 5R 判定負けを騎士し王座獲得に失敗した。2020年10月4日、UFC オン ESPN ホルム VS アルドンナで女子バンタム級ランキング4位のジュリアナ・ペーニャと対戦し、ギロチンチョークでペーニャを締め落として 3R1 本勝ち。 パフォーマンスオブザナイトを受賞し、キャリア初の一本勝ちを飾った。ありがとうございます。